よろしくお願いします。今日はこれで終わり？いえ、紹介だけじゃない。はい、はい、今日よろしくお願いします。本日、司会進行を担当させていただきます元天海峰の音山です。今日はよろしくお願いします。なんか皆さん固くなられるとこっちも固くなるんで、皆さん、はい、ラフな感じで、自分が言うのもちょっとおこがましいですけど、すいません、分かった、はい、ピシッとしていただいて、はい、で最後に皆さんに、よろしければ味がよかったに対しての、ご質問の方を伺いますんで、よかったら今のうちから考えていただいておければと思います。よろしくお願いします。はい、というわけでですね、ちょっと先日ですね、桐山親方の MC もやらせていただいたんですけど、元朝日賞の、はい、ちょっと博物館の人たちの力の入れ方というのがやはり親方の時は違いますね。なんでそんな違うの？はい、そんな違いますか？ピシャッとして、ね、いやピシャッとしてるよ。いや、すごい力も入ってますので、今日皆さんよろしくお願いします。はい、それではですね、引退されて、まあもう今もう2年3年ですね。もう2年渡ってですね、もうすぐ 3年目に入る。まず3年だね。3年です。あ、2年。引退相撲が来年5月、あ、今年の5月ですけど、はい、それが2年と10ヶ月。あ、2年と10ヶ月。7月場所で3年。はい、やめて。あ、3年ですね。はい、慣れましたね。もう親方と呼ばれることに対してはもう慣れましたかという、こう皆さんこう聞いてますけども。いや、なかなか慣れません、ね。あ、まだ慣れないということで。やっぱり認識がしっくりくるなと。あ、そうですね。もう現役生活がですね、もう本当に先ほどもお伺いしたんですけども、もうとてつもない未知の数字でですね、もう幕内在位何場所？幕内在位97かな。97。いやー、もうなかなか97はですね、いらっしゃらないんで。上に3人ぐらいいるよ。すごいですね、上に3人しかいないという記録をお持ちで。ありがとうございます。さあ、続きまして、スーツはいかがでしょう。スーツはもう着慣れましたか？うん、だいぶ慣れましたけど、はい、やっぱり本場所始まると、はい、ちょっと食べる量が増えると言いますか。あ、そうです、ね、やっぱりその相撲取らない、今まで取ってたのはね、はい、お相撲見てるだけになっちゃうので、こういろいろストレス溜まるのか分かんないんですけど、はい、なんか食べてしまって、場所中になると太ってね。そうですね、もう自分も本当に親方にいつも差し入れいただきまして、ね、今場所も今だいたい4キロから5キロ増えてますね。はい、増えますね、場所中に。やっぱりね、場所中はね。はい、もうありがたいことに、私は、はい、親方のおかげで。やっぱ家から離れるとちょっと食べてしまうのかな。そうですね。家でいるとそれは食べないんですけど。あ、羽伸ばしたくなるみたいな。まあまあ、羽伸ばした。そうですね、結構こちらで食べられますね。自分も食べますし。さあ、続きまして、入門、そして部屋での生活についてお伺いしたいんですけども、まあ、相撲に興味を持ったきっかけっていうのをですね、教えていただければと思います。今日、もう小さい頃、まあ、相撲どころでね、その青森が。はい。で、私の父が、小学校、中学校を教えてたんですね、相撲。ああ、はい。ですので、もう、その稽古場が遊び場なんで、もう幼稚園に入ってるぐらいにはもう土俵の周りにいてこうちょろちょろしてたな。気がついたらもう相撲やってたってこと。もう1年生から、小学校1年生からは回しつけて稽古してましたね。もうそういう身近にやられたんですね。うん、もうなんか野球もそんな強いところじゃないし、なんか相撲をやってる子の方が地元の人たちも応援してくれるという。また青森で相撲どころですし、うん、まあ、なんかジュース持っていけとか、 なんか、ね、歩いてたらなんかこれ食べなとか。あ、野球の子には、ね、全然応援しないんだけど、相撲やってる子には、ね、いろいろ応援してくれたので、なんか、まあ、気づいたらずっと相撲やってましたね。そして小さい時から。そうなんですね。相撲の世界に、大相撲ですね、入ろうと決めたのはいつ頃ですか？その、ね、いつ決めたってのはないんだけど、はい、まあ、幼稚園 の、 そのなんか誕生日のなんか、あ、将来の夢とかね、はい、もうお相撲さんっては書いてて、まあ、親が書いてたんだろうね。お父さんはまあそのやらして相撲をやらせたかったみたい で、はい、で、まあ、私次男なんですけど、こうその田舎の次男なんで跡継ぎではない。あ、なんでも小さい頃からお前はもう相撲行って食べるんだよみたいな、あ、もうすり込まれていたので、だからの高校の進路希望にも、はい、プロって書いてるだけ出して、何のプロだって言われたこともあります。そうですね、プロだけではですね、競技が分からなかったので、まあ、歴史って書いてこの進路に出した記憶はあります。そうなんですね。まあ、
まあ、伊勢ヶ濱部屋、当時の味ヶ谷部屋ですかね、に、あの、入門されたのはなぜでしょう。まあ、親戚だから、親戚だから、そうですね、今の仕方なくて言えば仕方なく撮ってんだっけこれ。いや、まあ、そうですね、カメラ回ってますけども、あ、はい、いや、あの、師匠のところに憧れて、やっぱり味が部屋っていう思っていたんですけど。じゃ あ、 あの、前の方だけ切ってもらいます。じゃあ、編集はね、小さい時はね、はい、あの、そのやっぱり親戚ってこともあって応援、はい、家でもずっと相撲がついてたんですけど、実は千代の富士のファンだったんですよ。へえ。やっぱり子供ながらに憧れて、はい、なんてかっこいい人がいるんだと。あ、でもなんか親たちはみんな違う人を応援してると、はい、おかしいな、これ親戚ですか、親戚ね。で、昔その親方が幕内か十両かなんかで来た時に、はい、そのなんかちょっとした祝賀会みたいなのしたんですけど、はい、あれ、まあ、3、4歳ぐらいかな、こうみんなで家族写真撮ろうって言った時に千代の富士がいいと一人断固拒否して泣いてる写真がまだあります。そのぐらい千代の富士が好きで、千代の富士に負ける人でしょと。まあ、なんとも言えないですけどね、当時はね。あ、当時はですね。だんだんこうちょっと成長して、はい、小学校の後半になると、はい、親戚なんだと。その時に気づかれるんですね。それでやはりね、そういうこともあって、はい、まあ、安治川部屋に、入門しようかなと。よくね、昔、はい、あの、知ってることやねんから、あの、優勝がさ決まりそうになると、はい、地元にそのカメラが行くっていう、あ、あの、中継で、ね、昔ありましたよね、はい、あの、多分うちにも来たことあると思うんだよね、その親方が優勝する、うちだったか、そのもう一つの親戚のことだったか、はい、まあ、その記憶があって、はい、親戚なんだ。だから昔の掘り起こしみたいなのあるかもしれない。幼少期の安美錦が、はい、あの、千代の富士応援してるところが。いや、それは一人だけあるんですか。そんなことないです。一人だけ悔しがってさ、あの、入門時の目標は何でしょうか。あ、目標はもうただね、もう関取になれればいいやと思ってましたから、そんなここまで長くやれるとも思ってなかったし、ものすごい細かったですから、あの、ね、入門した時も100キロぐらいかな。だからそんなに大きくないですよね、今の。そうですね、100キロだったら円方ぐらい、円方ぐらいで183センチ、4センチありましたから。新入幕の時は何キロ。115キロ。あ、その時ですかね、はい、今からちょうど昨日ニュースやってましたけども、19年前に貴乃花関が引退されて、うん、で、最後の相手がですね、その味が分かった、だったという、うん、ニュースやってましたけども、ね、なったんですけどね、はい、1月19日のですね、19年前の日付は覚えてないけどさ、ニュースやってたんで、はい、鮮明に覚えてます、うん、はい、でも本当、ね、細かったんで、はい、まず関取になれればいいやと思って稽古してましたよ。しこな、あ、いや、すいません、当時のですね、憧れのお相撲さんは、当時のやはり千代の富士ですか。うん、私は入門した時そこは変わらず、あ、やっぱりまだ引退しても若手になってましたけど、はい、どこかで会えるんじゃないかと。あ、はい、でもなかなか会えず、はい、初めてこう今度喋ったというか、はい、あれ、幕内上がってからかな、はい、その当時ここの辺にいた高校の先輩がいまして、あ、はい、なんかの結婚式かなんかでこうちょっとここの辺の拾っていこうと、はい、でそしたら親方の子その外のがいるよみたいな、ちょっとお前写真撮ってもらおうかって言われて、はい、いやいいですいいですよ、あ、もう当時の、いいからいいからって、ちょっと親方に言ってやるよ、はい、好きなの知ってましたから、はい、それで言ったら、あの、本は撮ってやるよ、今度は俺の本なのかって、でも一緒に撮った写真、あの、たまたまその時結婚式だった門付き人なんで、親方 T シャツと短パンで初めてその撮ってる写真撮ってもらって、もうそこからこの味しめまして、はい、こう何かあってこう会うたびに、あ、はい、写真ですか。合計ね、4、5枚はありますね、どっかの海外巡業行った時もちょこちょこちょこっとこう近く行くんですよ、はい、そうすると、なんだお前また来たのかっつって、はい、ちょっと怖いやつってこう写真撮ってくれたり、あと巡業で、あの、親方の地元福島町で、はい、巡業があった時に合宿してまして、はい、あの、巡業の土俵行かないで、はい、そのここの辺の合宿所行って、はい、あの、親方いるかなと思ってこう行ったら、ちょ、たまたまいまして、
なんだお前、授業稽古しろよって言って写真撮ってもらった。それで稽古終わった後に、あのみんなお風呂とか行くんですけど、もうすぐ風呂入って近くの千代の内記念館に行きまして、あの親方、千代の親方のお姉さんとも写真撮りました。すごいですね。それはもう本当に昔からのこの昔から大好きで、はい、ありがとうございます。あのしこ名の由来なんですけども、誰がつけたのかっていうですね。その誰がつけたかね、はい、あの未だに謎なんですけど、はい、何人も俺がつけたっていう人がいるんですよ。名付け親が、師匠がつけたの、最終的には師匠が決めたんですけど、はい、その当時こう安治川部屋で今の安という字を、はい、あの頭につけてたので、多分親方もちょっともうネタがなくなったのかな、はい、なんか若い衆に、はい、なんか安つくもうあのしこ名はちょっと何個か出してこいと、はい、それでこうなんかみんな出した中で、俺は錦で出したんだよなっていう兄弟子が何人かいたんですよね。あ、そうなんですか。はい、でもそれは違うと俺は言い張ったんですけど、はい、師匠が決めたとね、はい、いやでもなんかみんな、なんか募集したみたいで、あ、募ったんですね。そうさ、兄弟子になかなか案ついてこう読むの難しいなって、そうですね、なったのか、まあ、それで、まあ、師匠はその故郷に錦を飾るとか、まあ、言われてるんですけど、はい、まあ、私はあのその部屋がね、近く最寄りの駅が金賞なんで、はい、その、 あの金賞の金か、いやいや、おそらく多分違うと思いますけど、はい、故郷に錦の方で、はい、行きたいと思います。安心な金賞で、いやいやいや、違いますよ。はい、カメラも回ってますし、はい、そうですね、はい、師匠が考えてください。はい、ありがとうございます。はい、あの当時、まあ、今でもですけども、まあ、仲のいい、まあ、親方だったり、その時の当時の関取だったり、どれだか仲良かったんですか。いや、仲良かったって、まあ、その若い時はね、あのやっぱり同じ一門っていうこともあって、はい、あの火曜関にはもうすごい、あの現役中から帰っていただいて、朝霞山の方ですか。はい、今の朝霞山方には、はい、もうよく飲みにも連れてってもらいましたし、ああ、しかしよく飲むし、いや、そうで、いやですね、もうよく潰れましたよ。はい、もう本当にね、あの酒の強い人の飲み方、はい、やっぱあのうちらこう気持ちよく飲みてからの、でも冷たいとかさ、あの氷多めとか、はい、ビールも冷えてるとか、違うんです、あの芋焼酎 の、はい、あのちょっと臭い方の、はい、芋の香りが強い方の火で、はい、火で氷もない、でも夜もうこれってこれみたいな、本当にお好きなの方しか飲めないですね。好きだね。でもまあ本当可愛がってね、稽古もよくつけてもらいましたけど、可愛がってもね、今もね、本当いろいろ相談も持っていただいてますし、はい、まあ、可愛がっていただいてますよ。あ、まあ、それ以外では、ね、はい、お宅の部屋の、はい、あ、兄弟子ですね、はい、違う親方の元、里山関、そう、里山か、はい、ね、奥さんが、はい、里山と仲いいってわけじゃないんですよ、私は。そうです、奥さんと仲いいんです。里山の奥さんがその本当隣町で、安治川沢ってところで、あの里山の奥さんのお父さんとうちのお父さんが、まあ、あの酒飲み友達、同じ相撲を教えてて、もうほぼ兄弟分みたいな感じなんで、あのその奥さんはもう本当子供の時から知ってて、その関係であのあの結婚するんですってなった時に来たのが里山だった。それまで一切口も聞いたことなかった。あ、そうですね、なんかその、まあ、違うの中でもおっしゃってたんですけど、その妻奥さんの関係でなんか間違うことだとはなんか人によく聞くのか、仲良くさせてもらってますみたいな感じで言うんでちょっとおこがましいなと思ってます。はい、自分ずっと、はい、それはずっと今も俺はそう思ってるんだよ。あ、奥さんと仲いいだけで、あっちはなんか仲いい雰囲気出してくるだけでね、はい、そこもはっきり伝えていきたいと思います。はい、ここはちょっとこの、ね、カメラを通してそうですね見ていただければと思います。はい、違う方にもそうなんですよ。はい、ありがとうございます。あのライバルとして意識してた力士どなたでしょうか。ライブまた同級生が今あんまりいなかったので、でもそんなにライバルっていうふうに思ったことね、みんなもう強い方ばっかりでしたから、特にそういう意識はなくて、本当もう必死にこうなんだろう、ついていこうっていうのが精一杯だったかな。本当部屋でもあんまりなかったですし、もうライバルは自分自身
違う、あ、違う、あ、すいません、そんなの、そんなこと思うわけないです、あ、すいません、そんなこと思ってたの、いや、そうですね、自分に勝とうと思って、自分に負けっぱなしですが、自分は、はい、はい、ありがとうございます、すいません、あの、怪我や病気、そしてあの、本当に大きな怪我、膝の怪我とか、アキレス腱も断裂されて、はい、大変な思いがあったと思うんですけども、まあ、どのようにして付き合ってこられましたか。まあ、付き合うというか、怪我しちゃったものはね、しょうがないんで、とりあえず治すことを、ね、最優先して、はい、まあ 治す間も休むんじゃなくて、はい、もう使えるところだけ鍛えると、まあ、親方が休ませてくれませんでしたから、あ、はい、まあ、足痛いんだったら上半身やれと、はい、上半身痛いんだったら足やれと、両方痛いんだったら、はい、どこ使うんでしょうもう本当そのぐらいもう休ませてくれなかったので、あ、まあ、休むっていうことをまず言い出せなかったかなと。あ、そうなんですね。休んだ方がきつかったっていうかね、結構。ああ、はい、相撲取らない日の方が。そう、もうその、まあ、膝足痛いんでちょっと休むってなったら、まあ、まあ、じゃあ俺だって旋回やれとか。上半身肘とか痛いんでって言ったら四股旋回やめとか。もうそっちの方が嫌なんで、もう痛くてもじゃあ稽古するっていう。うね、はい、もうだから今の照強見てると羨ましいなと思って、よく稽古で休んでるの。あ、そうですか。隠れて稽古してるんですか、ね、隠れても稽古してないと思う、してないと思います親方いる時しかやらないっていう、ね、ああ、そうなんですね、いや、羨ましいなと思ってありがとうございます。さあ、まあ、その師匠の教えも先ほどおっしゃってましたけど、まあ、その印象に残っていることっていうのは何かありますか。親方の、はい、あの、はい、瀬川親方は特にないです。あ、特にない、いや、あのカメラ回ってますね何を、まあ本当、はい、ね、その休まないっていうこともそうですけど、はい、やっぱりすごく、まあ、自分より相撲を見てるなと、うん、思ったこともあって、あ、その言った通りまずやってれば、はい、まあ、大丈夫かな、その変に自分で考えなくてもまず言われたことをやろうと、あ、まあ、本当、まあ、そうなったのはちょうどこう上位上がってきて、はい、大関当たった時かな、当たった時、あれは栃東戦だったかな、はい、その時に師匠が、まあ、こう言ってこうしてこれでまあ出し投げ打ったら勝てるよって、もう考えるのもめんどくさいし、もうそのまま行ったんだね、はい、勝っちゃったの、へ、そこからあんまり深く考えないようにしよう、言われたことだけやってればいいなと、まあ、自分で考えるのも大変ですし、はい、まあ、でもいろんなことですね、考える上での方はその、うん、突き詰めた上での師匠の教えで、よく見てるなとは思いますね、その相手 その相撲のことですね、別は全然俺考えてないんですよ、いやいやいや、そんなことないですこうやって今こうやって謙遜されておっしゃってますけどもう相当自分も下組に入った時には錦関がですね一番角にいらして、もう声も挨拶もですね挨拶するんですけど、すごいもう準備運動されてましたんで、すごい感じ悪かったよね、いや感じ悪いとか怖かった、怖かった、ね、オーラがそう、いや、みんなそう思ってるだろうなと思ってたんだよ、はい、いや、ほんとこんな感じだね、あの挨拶準備っていう、おはようございます、なんかしたかな、なんかしたかなと思いました、はい、もういちいち、いちいち返すのもめんどくさいそうですね、はい、こっちも体も出してるし、褒めて、もうすごいアップされてたんで、そういった努力、あ、やっぱすごいなっていうふうには見てました、自分も、はい、本当、あの、ね、申し訳ないなと思いながら、いやいやいや、そんな、もう、ありがとうございます。さあ、今回ですね、横綱白鵬関との展覧会を開催してますが、白鵬関とは、まだどのような存在でしょうか、まあ、太刀持ちですね、そちら、写真の後ろ姿が、安治川親方で、その、ああ、そういうこと、はい、東日本大震災の、ああ、その、そちらですね、はい、いや、本当ね、入った時から知ってますから、はい、ね、こんな顔になるんだと、まあ、思いもしませんでしたけど、はい、まあ、よく稽古もしましたし、そんな一問 で、はい、で横綱上がってからね、太刀持ちとか強はれ、そうですね、やらせていただいたり、まあね、身近でこう見てるだけに、はい、それなんとかね攻略してやろうと、まあ、本当にねこうやって太刀持ち強はれ やってるのに対戦あるんですよ、あ、そうですねその日はですね、太刀持ちと露払いはしないんですよね、対戦の日はね、勝った日には、はい、勝った日にはまた会うんですよああ
もうその時には何か言われたりするんですか、横綱。何も言わないですけど、こっちも会釈ぐらいしかしないですけど、はい、だからでその勝つのが、勝ったことあるのが、はい、初日が多いんですよ。初日に2回勝ってて、はい、いや初日に勝って次の日からたちまち、はい、なかなか最悪ですよね気まずいですね。後半で当たればいるんですね。後半でね、そしたらあと何日かでね、はい、場所も終わる、場所挟み終わればね、はい、まあみんな忘れると。そうですね。いやもう初日に勝ってね、あのたちまちって結構ね14日間気まずい思いを、うん、まあでもね、そういうのもね、まあ、そういうやってても、はい、バチバチしてるっていうのは本当にいい関係性だったなと思いますし、まあ、土俵離れればね、飲むこともありますし、もういつかな、結構巡業とかでも飲みますし、家でも、ね、飲んだことありますし。そうなんですね。まあ、よく飲みますし、まあ、本当、ね、今後一緒にこう、ね、この大相撲、はい、うん、支えていけたらいいなと思いま す、ね、ありがとうございます。これからですね、取り組みについてお伺いしたいんですけども、元網錦関の自分の得意な相撲の特徴というかですね、はい、自信のあったところなんかをお聞かせいただければ。やっぱ突き押しでしょ。あんまり見ないですね、突き押し。網のような突き押し、網のような網のような突き押しは見たことないです。あんまり見たことないです、はい、多少あったと思うんですけど。あ、そうか、はい。なんだ、どんな自分のイメージ的にはもう回しとったら、いや、がっぷり四つもあんまりですね。なんかこう頭つけてそこから回し切って出し投げ打ってですね、まあ、あんまり細かいことできなかった。そういうね、四つとかそういうふうに力もなかったですから。いや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 、そういう相手の嫌がる相撲はね、はい、まあ、小さい頃から教わってたので、まあ、それがこうね、もう本当技のですね、技のデパートですね。デパート、こんなもん。いや、わざのアマゾン。アマゾン、はい、アマゾンか、響きはいいな。いいですね、わざのアマゾン、何でもありますからね、はい、でも、楽天使ってたら楽天にしてる。わざの楽天で、はい、やらせていただきたいと思います、ね、はい、まあ、苦手だった力士っていうのを逆にお客さんに伺えればと思います。苦手、はい、初め勝てなかったのは、はい、千代大会、琴光喜もあまり分が良くなかったな。ああ、そうなんですね。なんだろうね、やっぱり、まあ、上位陣、まあ、すごい目に揃ってましたから、自分が上がった時は、はい、まあ、その苦手とかっていうより、まあ、あまり通用しなかったっていうのもありましたし、あ、まあ、最後上がるのも遅かったですから、私。いくつだったんですか。29とかじゃない。ああ、そうなんですね。ですよね。まあ、そのなかなか上がれるとこじゃないからですね、まあ、そうなんですねとか自分が言ってる、大作者で言ってますんで、21で幕内上がって、はい、あ、まあ、確かにそうですね、8年かかったって考えちゃったかな、と結構遅かった。ああ、そうなんですね。なかなか上位には、まあ、そのね、1回2回その横綱とかに勝ったりはするけど、本当初め横綱に勝ってもよく巻き越しましたもん。だから殊勲賞本来であれば勝ち越してればもう3つ4つ増えてたかな。ああ、そうですね。うん、横綱勝ったら殊勲賞なんで、もったいないことしたな。まあ、そうです。でも人誰よりも多分獲得されてると思います。そんなことないよ。いや、さっき何個出たっけ。さっきですね、4 12か12個、ね、横綱ってちゃんとレプリカあるじゃん。はい、家にトロフィー1個もないんだよね。いやもうあれはもうないの。どこに行ったか自分でも覚えてない。酔っ払って12個あったうちなんですか。酔っ払ってどこに置いてきちゃったんですか。あれ持って飲みに行くじゃないと思います。飲み選手力乗ったらあれで持って飲みに行くでしょ。多分あげちゃったのかな。あ、そうなんですね。どっかに預けてるか多分。あ、またそれもちょっと粋な話ですね。全国探した周りに探して、ね、どっかにあるから探しに行かないといけない。いやすごい。家に何かあるって言ったら多分その新入幕の関東賞1個しかなかったのね。あ、そうなんですか。それって関東賞2つしかないの、家に、あの実家にも、じゃあどなたかが今お持ちなんですね。残り11個応援してくれた方のところに置いてきてると思うんだけど、覚えてると思うんだけど、でも半分ぐらいしか覚えてないんだよね。あ、渡したのほうですか。どっかにあるの。なんか見つけたら教えてください。さあ、続きまして、今
思い出の一番をですね教えていただければと思うんですけども。思い出の一番はやっぱりね、いや貴乃花戦、いやちょっとビデオが違うんです。そちらの方は YouTube の方でご覧いただければ。さっき聞いたことも、そうですね、この流れ的にはもう、はい、そういう思い出の話かなと思ったんですけども、ちょっとこちらは違うんです。違った、ちょっとあの今すごい慌てて手元に資料がなくて。あ、そうですね、はい、平成21年の、はい、2017年ですね、11月場所千秋楽千代翔馬との一番です。この一番を選ばれた理由はなぜでしょう。いやこれは37歳でアキレス腱切りまして、はい、もうダメかな、はい、それでまあ時間かかったんですけど、こう幕内にね戻ってこれてね、はい、これ時間いっぱい、時間いっぱいです。もう一回ある、はい、止めますか、ね、この方がね応援してくれたこの方も応援されてなかった、はい、この方がね、やはりお力が、この方も応援されたと思います。確かに力にはなったと思うんですけども、はい、世話になったんですよ。いや多分お名前は、はい、存じ上げないと思いますけども、はい、いや本当苦労してね、幕内に、戻ってきて、はい、もうこれでもういいかなと思ったところもあったんですよ、はい、もうどうせ幕内じゃ通用しないなと、それでもうそれまでよ、いや戻ってくるのに、はい、結構大変で、はい、なかなかね回復しないでアキレス腱が、それまあその時ちょうど2番目の、子供がまだ1歳ぐらいかな、でもすごく家庭の中も大変だったんで、その、はい、いろいろなんかこう移動するのとかも大変だし、移動できないし、もう全部妻がやってたから、はい、もうこんな迷惑かけるんだったらもういいかなと、まあ、どうせ幕内戻っても通用しないだろうしということがあって、まあ、戻れたからいい記念になったなと、はい、まあ、それで、まあ、やってね、まあ、本当この時、まあ、引退も考えてたっていうか、はい、まあ、そういうこともあって、まあ、前半良かったんだね、5連勝かなんかして最後連敗して7-7になって、はい、だから3勝かかってるっていうのを知らなかった、うん、勝ち越したら、うん、勝ち越したら3勝って、まあ、そんなことなかなかないし、そうですね、まあ、ありがたいことでそうやってつけてくれただけでね、はい、嬉しかったけど、まあ、付き人もあの、まあ、聞かせて教えなかったなと思うんだけど、あ、まあ、それでまあこう、まあ、まあね、はい、ここでまあ最後私も怪我なく終われればいいよと思って、こう初顔かな、はい、相撲を取ったんだけど、ね、最後にね、ああいうなんかこう小さい時よく教えられたこの出し投げ、はい、まあ、こう自然とこう出せたっていうのがね、なんかこうなんだろう、子供の時からやってきたこの、うん、お父さんからねこう教わった、はい、集大成じゃないけど、それがこう自然な形で出せたっていうのは、うん、本当いい思い出になったなと、もう一回いいですか、流していただいて、ちょっと今次高野花戦、いや違います、ね、もう一度ちょっと今そういったのをですね踏まえてちょっとご覧いただければと思いますね。いやもう体もね、なかなか戻ってこないし、だってこの時何歳だっけよ、39かな、39ですか、そうですね、もうそのぐらいだったと思うんだけど、まあ、2017年のそうですね、5年前、うん、いや38、39、もう忘れちゃってないんだけどね、もう出し上げですね、この方ねお礼もされてましたけども、はい、ありがたいお礼です、はい、ちょっとあのもう土俵上でちょっともう感極まって、うん、土俵上でね、はい、だからその感極まって泣いたことなんてね、はい、48回しかなかったんだけど、結構あるんですね、え結構あるんですね、48回目だったんだけど、あ、48回目だったのか、これが一番印象にかかったことですね、まあ本当にね、なんか、はい、こう込み上げてくるものがあってね、はい、なんだろう、やっぱこう家族の顔が浮かんできたじゃないけど、はい、まあ、そんなこと思って相撲取ったことなかったんだけどね、まあ、そんなのが出てきたってね、やっぱりやっぱ相撲ってこう支えられてこうなんか相撲を取るのかなって、変にね、あの自分の力だけじゃないこう後押ししてくれる力があったなっていう、相撲がこの
高野戦でしたね。違いましたね。千代翔馬ですね。千代翔馬戦です。はい。高野の時もね。のまあそちらは、はい、はい。個人的にご覧いただいたらと思います。はい。それではですね、これから今後なんですけども、まあ、どんな親方になりたいかっていうですね、お伺いしたいと思いますけども。どんな親方になりたい。はい。まあ多分ずっとこんな感じでいくとは思うんですけど、まあでね、指導を、するにあたってね、やっぱりこう弟子にね、こう恥ずかしい思いさせたくないので、もう親方として、まあ普段から、意識しながらこうしっかり、弟子もね、はい、見習えるような、親方になりたいなと。あとはね、まあ、技術面ではね、まあ、いくらでも教えますから、まあ、そこは、こういう、ね、なんか土俵に上がって何かやってくれるんじゃないかなって思えるようなね、期待できるような力士になりたいと思いますに育てたいなっていうのもありますね、はい、ありがとうございます。さあズバリこれ皆さんにお伺いしてるんですけども、親方にとって相撲とは何でしょう。仕事ですよ。仕事だそうですね。仕事です。仕事ですね。就職したんです。就職したそうです。お仕事です。いやでもまあそれはです、ね、まだバカ言ってる。いやバカ言ってるということで。はい。いやまあ相撲ってね、はい、なんだって言われると本当困るんだけど、小さい時からやってたことだし。そうですね。実はあのお父さんがね、はい、あの本当は力士になりたかったの。ああ、うん、そうなんですね。本当お父さん次男なんだけど、はい、長男あの中学校ぐらいに亡くして、あで自分が後継がなきゃいけなくなって、はい、もう中学校ぐらいでそのあの北海道 の, あのカニの漁とか、はい、そういうとこにあの仕事しに行って、はい、自分がすごい力士になりたかったっていうのがあったから、あ、まあ、その夢をこうね多分こう背負わせたじゃないけ ど, なるほど、まあ、それをこう長く、はい、こう見せれたっていうのが、はい、うん、その私のただ の, そのここまでやってきた相撲であって、本当その辞めた時に父が、うん、ずっとこうなんかこう夢見させてくれてありがとうっていう言葉をもらっただけで、まあその現役の相撲人生はもうそこで私の中では良かったかなと、これからはこうやっと私の相撲人生をこれから歩んでいこうかなと、お父さんの夢を、ね、背負ってきただけに。なるほど、親方にとっても親孝行ですね、相撲をやるっていうことね。親孝行したい時に親はなし。いや、まだ問題ないなんで。はい、だからね、まあ、一つこう親孝行できたっていうのは、本当こう、うん、まあ、ありがたかったかな、こう、ね、させてもらえたっていうのはありがたかったなと。はい、うん、それが、そうですね、何の話してんだっけ。いやいや、相撲とはっていうことです、ね、まあまあ、ちょっと漠然的な質問なんですけど。相撲とは仕事ですよ。まあ、仕事です、はい。これからね。これからですよ、そうですね。今までは、ね、それだったけど。まあ、あの、最後にですね、まあ、最後に質問するまだ、はい、質問はあのこれからなんですけど、とりあえず引退相撲の、うん、はい、ご予定をそのうちやりますよ。あ、そのうちやります。あ、よろしいですか。5月の29日、日曜日にあのやりますので、あのぜひあのホームページに今出てますので、ぜひよろしくお願いします。お時間、ね、今コロナちょっと増えてきて大変ですけれども、まあ、なんとかできるように、皆さんの安全をね、安全に来れるようには頑張ってやってます、準備してますので、ぜひあの来てください。よろしくお願いします。さあというわけでですね、皆さん質問の方をですねお伺いしたいと思いますけど、どなたか質問を味川方に。はい、はい、どうぞ。あの私あの味川方と同い年です。はい、現役の時から28歳、はい、そうなんですね。あのパーティーでも同じこと言ってたいけど、はい、ありがとうございます。あの今年の8月にあの実は北海道のそれこそ千代の富士記念館に計画があって、その間にあの青森も行ったことないので、そこを経由していこうと計画をしてるんですけど、あのおすすめの場所っていうか、絶対ここ行った方がいいよっていうところなんです。青森県ってどういうルート、下から上がってくるんですか。下から上がっていこうと思ってます、うん、であの電車車青函ああの、あの新幹線使って福島町の方に。ああ、青森、はい、どこ見たらいいって言ったらいいんだろう。ああ、いろいろありますからね。俺はあまりその市内の方詳しくないから、もう見るところって言ったらあの五所川原のその立ちねぶた記念館があって、こう今私作ったかな、そのねぶた、今こういうねぶたあるじゃないですか、
あれがこう縦に立ってる立ちねぶたっていうのがあるんですけど、もう30メートルぐらいのあれの記念館は見て私も良かったなって、ねぶたって参加したことなかったんです、実は小さい時相撲ばっかりやってたから、で見たらやっぱりいいなって思ったんで立ちねぶた で、まあ、このその海岸沿い行くんであれば私の地元の家から数分のところに大イチョウの木があるんですね、日本一の、はい、まあ知られてる方多いですね、その青森の日本一で大イチョウ で、ね、その家の近くにそのねこのね大イチョウと同じ、いいですね、またその大イチョウっていうのはですね、うん、銀がいいですね、そこから、まあ、今うちはもう旅館もやってないんですけど、ちらっとこう私の実家を見ながらまた鰺ヶ沢の方に和装いなくなっちゃったもんね、和装なくなっちゃったの、ああそうですね、和装のとこと、はい、なんか記念館作るとか言ってたんだけどあんのかな、まあ、その鰺ヶ沢海岸沿いだからね、車で電車で通ってもずっと海沿いなんで、もう景色すごい綺麗で、夕日がね日本で2番目に綺麗な街っていう、一番目と知らない2番目とは何か謙遜して2番目ですね、本当夏はね、はい、夏じゃない夏でしょ、はい、夏は夕日がねすごい綺麗なので、それ見て中の時記念館でお姉さんと写真撮ってもらってください、受け付けにいますのでありがとうございます、ぜひとも行かれてください。さあ続きまして質問何かありませんか、せっかくなんで、はい、今日は楽しい話ありがとうございました。千代の富士関が好きだったとという話だったんですけど、もし前世紀の千代の富士と安美錦関が戦うとなった時にどういうふうな作戦でいきますか。うーん、まあ、それはね何度もねシミュレーションしました、あ一生懸命考えました、ね、見つかりませんでした答えは、ね、どうやってもいや、はい、見つからない方なんですね、いやもう本当ねどのぐらいその圧力があったとか本当にね味わってみたかってもうその話しか聞いたことないんでね、あれですけど、まあ、どうやって生きててやっぱり回し取らせないで行くでしょうね。でもかまとが小さいんでね、はい、いや前ミス取ってもうまく起こされそうだし、組んだら勝てないし、その前に一気に持ってかれるんじゃないかっていう、いや一度やってみたかったですね、本当は見たかったです、いや、いや当たらなくてよかったなとありがとうございます。さあ他にご質問かがち、はい、お願いします。取組解説にあたっての親方の目線ですとか、あと多少聞けるようであれば NHK 解説の裏話です、まあ、解説するにあたりすごい言いたいこといっぱいあるんですけど、多分細かいこと言っても分からないこと多いじゃないですか、ここがこうでこうでこうでって細かく言うよりは、まあ、その力士のいいところを見つけて、はい、言うように負けても勝っても、まあ、言ったら褒めるって言い方悪いけど、まあ、いいとこ見つけて話してあげた方が、まあ、伝わるんじゃないかなと思って、まあ、そこだけは意識して、あとこう、まあ、その担当のアナウンサーはいつも変わるんですけど、アナウンサーさんの流れにこう合わせるように、はい、あまりこうバーって言わないように、そのゆっくりな方だったら、まあ、こっちもゆっくり、なるべくゆっくり話そうとはこう意識してるんですけど、はい、まあ、それでまあ NHK の裏話って言ったら、はい、あれ言っちゃっていいのかな、そこまではちょっと分かんないですけど、はい、何をおっしゃろうとしてるか、はい、でもね、そのアナウンサーの方も何かこう私から引き出そうとね、はい、いろいろこう引き出そうとね、あ面白い話に持っていこうとするんでね、はいはい、あまりそれには乗っからないように、なるほど、こういう場ではですね、もうそれで本当にいろいろ話していきます、ね、今日は何もね撮影もしてないしね、いや撮影してますよ、こちら回ってますんで、はい、回ってた、回ってました、ちょ撮り直さないもう一回いや、まあ、本当ね、なんとかね皆さんに聞いてる人に楽しんでもらえるように、まあ、話そうとそのアナウンサーさんとも話して楽しくしようということは、はい、話してます、ね、ありがとうございます。さあよろしいでしょうか、
もう一つぐらいよろしいでしょうか。時間ありますんで、最後どなたか大丈夫ですか。はい、お願いします。すいません、友人が親方の大ファンでして、ダンパレシピも行くということなんです。ありがとうございます。今、ラインが出まして、はい、ちゃんこ網以外でおすすめでよく食べに行くちゃんこ料理屋を教えてくださいということなんですけれども。ちゃんこ食べに行く、ちゃんこ、そうですね、あんまり外で知り合いの方とか呼ばれた時にちゃんこは行くんですけど、あんまりちゃんこ食べようと自分からはなんないですね。両国でもあんま食べたことなくて、この辺で行ったことは友恵方しか。ああ、友恵方はないかな、はい、何、どの辺でおすすめ。この辺で、この辺で、はい、この辺どのちゃんこ屋も美味しいよね。美味しいですね皆さん、本当美味しいです。この辺でどこだろうな、食べに行ったらどこ食べ行くの。それこそ自分らは本当友恵方に YouTube で行かせていただいたんですけど、美味しかったです。はい、うん、逆に俺ちゃんこは見たことない、ほとんど1回か2回しか行ったことない。おお、だって相撲取ってるし。あ、そうですね相撲取って言ったらおかしいよね食べてたらいろんなとこありますからね、うん、この辺だとですね、まあこの辺だったら何食べても美味しい。間違いないですね。本当におすすめは、俺最近何食べてるかな。ちゃんこ親方が持ってきていただくからスイーツ、そしていろいろこう甘いのがですね、親方自分甘いの好きでね、よく最近のお気に入りはね、はい、錦糸町から東洋町の間にあるあそこどこだっけな、江東区の区役所の近くなんだけど、はい、なんだっけな、店の名前忘れたよ。なんだっけ、タルト屋さんで、あ、タルトです、あのおやつの時間だったから、はい、多分そんなトゥデイズおやつ、どっちだったか忘れちゃったけど、はい、ちょっとなんかその辺のタルト屋さん調べてみて、ちっちゃいタルト屋さんで、あの最近それがお気に入りで、あ、甘いやつですね、うん、明日買ってくれ。あ、ありがとうございますそれやったらというところでですね、もう早いものでちょっともうそろそろですね、もうお時間になりましたので、1個ぐらいいいんじゃないの。もう1個ぐらいよろしいですか。もう1つよろしいですか。皆さんどうぞ最後1つよろしいです。はい、お願いします。座右の銘、特にない。あんまり人の話聞かないんで、なんだろう。うん。まあとにかく楽しく生きるね、楽しいことね、楽しいことに向かって行けば我慢ができる。そうですね。まあその日その日よ。ポジティブですね。はい、今日はねもうこれでもうね。はい。今日仕事終わりだよね。いやいやいや。これからはい。あんの。これから警備の仕事は、はい、ありますんで。いいでしょう。安全でしょ。いや、安全かどうかは朝からチェックしましたから。朝からチェックしましたし、はい、見物はありませんでしたので、皆さん安心してください。はい、さあそれではですね、曲げともうそろそろお別れですけども、お気持ちの方いかがでしょうか。まあそんなに量多くないし。いや、そういうもんじゃないですよ。そういうもんじゃない。そういうことじゃないです。お別れ。もうそのうちお別れになると思うんで。まあ、いやいやいや。いや、もう本当ね、コロナでね、断髪式も伸びましたし、はい、でもその本当その自分が曲げ切るとかどうこうより、はい、もその買ってくれた方に本当ね、お待たせして申し訳ないなという気持ちがあるんで、まあ、なんとかその方々にね、安心して来てもらえるように今は本当それのことだけで、まあ、自分が曲げが切るとかそういうことは今あんまりないかな。本当そこの、ずっとねもう2年ぐらい待たしてるわけですから、はい、その方々に対しての本当感謝しか今はないかな。なんでね、もうその人たちがいいって言えば今ここでも落としてもいいぐらい。いやいやいや、いいって言わないと思いますよ。はい、まあ、ぜひ本当ね、はい、まあ、少ないですけどね、いやいや、ぜひ見に来ていただけたらなと本当思います。はい、よろしくお願いします。さあ親方から、皆さんに最後一言よろしくお願いします。今日優勝は決まらないね。今日はそうですね、大丈夫だね。まだ、はい、決まらないですね。いや、まあ、2敗で久しぶりに、ね、面白い展開になってきたので、はい、楽しんでてください。もう本当ね、そうやって大相撲楽しみにね、この状況で来ていただけるだけで本当、私ども嬉しいのでね、本当まあ、いろんな楽しみ方があると思うので、そうですね、もっと楽しんでいただけたらなと。まあ、本当でも、ね、長いこと私も応援していただいて本当にありがとうございますということだけで、今日は楽しんでいってください。ありがとうございます。さあ皆様お楽しみいただけましたでしょうか。
これでですね、本日のトークイベントは、終了となりますので、1時から西の売店の方で、グッズ販売やっておりますので、親方チャンネルの方で、その公式グッズ売店の方にも足を運びいただければと思います。はい、皆さん本日はありがとうございました。気持ちが悪くて今日行かなきゃいけないじゃないですか。いやいやいや、よしもさざるないぞ。よろしくお願いします。あの2階のミルクセーキ美味しそうだったね。あ、美味しそうですね。ネットで見たけど、あれ美味しそうだなと思って紹介に行こうかな。ありがとうございます。それではありがとうございました。はい、出港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 出